2024年5月25日、14時37分、淡井圭介本人です。インターポールへの要請ですね。世界中の政府を忍ぶ、まあ、基本的に日本だけでいいと思うんですけど、まあ、YouTube で他国から来てる人もいますし、このコメント欄とかのところで評価、まあ、この辺のところでね、まあ、この辺、さっき動画アップロードしたところなんですけど、とにかくね、これを押してくる連中が2名いるんですよ。この辺りから。まあ、ここから、この辺りから、まあ、大体、昔というか、まあ、機能だとか、そういうふうな形なんですけども。で、この者たちをね、ちょっと、名前と住所、電話番号、調査して、淡井圭介が今まで述べてる件とかでね、どういうふうな形で違法行為関わってきたか、集団的に。で、淡井圭介に対して何か嫌がらせをしなさいっていうことじゃないんですよ。逆なんですよ。それやられるから足引っ張られてるんです。で、淡井圭介が頭の中をずっと貸さなきゃならないんじゃないんです。スポーツの勝ち負けは。対戦チームはそういうふうにしたらいいだけの話なんです。だから巨人なんかはものすごく潔が悪い。その件に関しては、防災に関してのこの最重要確定事項、これ見てもらったらわかります。1と2があります。まあ、ナンバーはこのあたり。もうこれがもう本当の話ですから、まあ、佳子様なども、まあ、自分の立場と淡井圭介の立場をしっかりとまず理解することと、なぜ岸田さんなどが、テレビモニターで急遽切り替えて首脳会談とかを行っていたのかということを、まあ、しっかりと、まあ、考えて対応するべきですね。だからまあ、ヤンキースさんのこともしっかりと記載させてもらってます。まあ、突風と大雨による、まあ、アメリカの東海岸の一番南の方の地域ですね。あちらの方で、そういうような、ニュースが、一週間以内に流れたんですけども、うん、その頃ね、ヤンキースさんが、首位独走でしょう。で、7ゲーム差ぐらいつけていたでしょう。金融街でしょう。ニーサでしょう。新型ニーサ。で、非課税、日本ではそうなってるんですよ。で、同じなんです。外資の、海外の人たちが買い込んでますから。日本が円安だから。で、していいことと悪いことがあるっていうことを何回も教えてるのに、その責任のもとはね、金融街プラスヤンキースにあります。優勝回数とかこれ数合わせなさいって言ってるのに最下位の数も。これいちいち抵抗してた男じゃないんですよ。頭貸す方の方が大変なんですよ。頑張ってるの。物事もたくさん見抜いたりしなきゃなりませんから。睡眠不足になったりとかもしますし。ここに記載してる内容、わかりますよね。できてます、皆さん。うん、できてない人はいるみたいですね。まあ、ご老体の方とか、その時の体調とかにもよるとは思うんですけども、まあそういうふうなところの考慮ももちろんあるんですけど、基本的にまあスポーツ界の人たちはね、ほぼほぼ皆さん達成してもらわないと。極端に北の方のところとか、まあその時の、春、秋、冬、季節等によって、状況等にもよりますけども、まあね、できることですから。こう結構標高そこそこありますよ。まあ100メートル以上は絶対まず間違いなくあります。150メートルから200ぐらいの間ですかね、この辺りで。まあ多分ね、まあ多分挑発行為なんだとは思うんですけども、これ多分ね、もともと老人とかで、多分、日本国内に住んでる人間で、老人とかでこう、今までの件で、こう、本当のことをばらされたりだとか、そういうことで、余計にさらに悪いことをして、さらに悪いことを繰り返すっていうことをしている人間だと思うんですよ。で、この辺のところで、その二つついてるところの件に関して、これ、秀和株式会社でしょう。矢野秀和さんっていう人と、わからないなぁ。まあ、けど、秀和株式会社の関係者、労働者だった人間の可能性は高いですね。まあ、この辺見たらびっくりしますよ。とんでもない違法行為の働かせ方をしていたと。だから奴隷制度は、日本に、
淡井さんにずっと適用されていたと。もうその辺のところはずっと変わらないですね。まあ、桃源郷っていう老人ホームで働いた時も15分前に出勤してきて、タイムカードをしなさいだとか、わけのわかんないことを言っていて、それ最初の1ヶ月か、まあ、勤務20日間ぐらいの間、それさせられていたんですよ。で、まあ、ある程度仕事慣れてきた時に、箱庭という、事務方の人間に言ったんですよ。で、そこの経営者の人もその時に多分いたと思いますね。責任者、役員の人。で、そんなこと、昔から決まってますよと。15分前に出勤させたら、それちゃんと時間給をつけてあげなきゃならないですよと。割り算、法定過日、民法88条、法定過日、2つあります。過日に関して、法定過日の方です。割り算しなさいって書いてます。それね、僕は子供の頃から裁判所の判例があるんですよ。トヨタ自動車とかで。工場の方で。そういうところはもっときちっとしてますね。会社の入り口がすごく離れてるから、服着替えるところまでね。だから、だいぶ歩かなきゃなんない。だから、会社も出入り口のところでもうタイムカードを押してる。だからもう、着替え終わってきて、そういうふうな状態なのに、でもそれもね、労働基準局に言いに行ったら、タイムカードの計算だけでいいんですねとか、わけのわかんないことを言い始めて、意地悪な労働基準局の監督官がいたんだと思いますよ。担当の人が誰だったのか、その桃源郷の件で、対応した人間を調べてもらったらわかります。500円しか振り込まれなかった。まあ、絶対10日以上ありますね、タイムカードを押されてるの。そんなの証言で集めたらいいんですよ。他の人たちもいっぱい聞いてますから、同じことさせられてますから、人材派遣会社の人は。本当はそれ集団訴訟の件。それでその箱庭っていう人間の悪い癖が治る。老人。女性。それが当たり前だとかわけのわかんないこと言い始めて、裁判とか法律の話をしたら、もう全然わかってなくて、そんな人間が、責任者だったんですよ。事務方の。で、部長は別のところの部屋にいるんですよ。答えを知ってたからなのか。卑怯でしょう。こんな世の中、むちゃくちゃなことしてるからもう、ねえ。僕みたいに台風消滅させたりするのに風取ったりしてくれるような人間とか、そういうふうな指揮官というかね、指揮者、訂正指揮者、そういったものがいなかったら世の中どうなっていたのか、本当にも。しっかりと風力発電のところでいっぱい今の台風1号になりそうなところから、しっかり風取っておかないと。エネルギーの残存量問題があるんですから。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。まあ、この人物にしっかりと、もうこれ押しちゃダメよと。挑発行為だからと。言ってること、彼の言ってることが本当だからと。しっかりとお伝えしてください。変な努力。着信通知の設定が来たら全部これずっと押してる人間が1名いるんだと思いますよ。じゃなかったら必ずこう位置作って、これこんな現象ないですから。ほんとしょうもないですね。どうせ原山整骨院関係者も、まあね、そこいろんな人間集まってますからね。で、こう頭の中、ちょっとね、多くの情報を私の件に関しては、皆さんが覚えてもらわなければならない。で、その件に関して、高評価なのかどうか、評価ができないって考えている人は、今までの淡井圭介の話すぐ忘れてるんですよ。結局自分でメモしないと。で、こういうふうな高評価についてなんですけども、まあ、閲覧者数が多いところとか、まあ、能登半島の地震とかね、で、まあ、高評価をつけられてる方たちとかが、まあ、いらっしゃってと。まあ、基本的に関係者の人たちが見てますからね。まあ、大体こういうのも、まあまあまあ、なんとなくね、もうわかると思いますけども。音楽業界とかテレビ局関係者の人たちとか見たりしていて。
あ、まあ、これももともと去年の台風でもはっきりしますけどね。あと他にも、ゲーム中に、他国の人とかでね、私に対して喧嘩を打ってくる人間、特に集団性。集団性が強くて、喧嘩を打ってくる人間、それはそれで台風の進路が変わるんですよ。で、そこの国に台風行ってるんだから、そのもうしょうがない。自分たちでそういう余計なこと言わなかったらいいんだから。あいさんいつもお世話になっていますってちゃんと正直に言ったらいいんですよ。まあ、あとこのあたりは、まあまあ、老人男性のたむろしてる人間たちですね。まあ、ちょっと危険性感じたんでね、距離開けておきました。老人男性でもから、腕太い人結構いますんでね、力仕事とかしてたら。本当近寄ったらかなり危険ですね。前から鳥貴族はできる前から、もっとだいぶ前からたむろを複数でしていて、で、老人の年齢になってるっていうパターンの人たちだと思いますね。なあ、だからその人たちの姿ははっきりとは撮影できてないんですけども、ちょっとまあ距離はとりあえず50メートル以上は空けておきたいですね、正直。とりあえずすぐに110番できるようにしとかないと。で、警察官はすぐには駆けつけれません。やっぱり110番してから、15分ぐらい、すぐ近くですけども、まあ防弾チョッキとか来て、出てくるんで結構時間かかるんですよ。あ、まあこれは春間整骨院のまあ改造マフラーの件なんですけども、これはねヘッドホンをつけて聞かなかったら正しい音聞こえないんですよ。まあこの辺のところはね、なイヤホンでも正しい音出てくるはずですよ。本当は作り方次第で。だからその辺のところがね、ちょっとそういう粗悪品を混ぜないようにしなきゃダメですね。まあこういうのはまあ視聴回数多いですね。まあこのまあ58秒ほどのものなんで。お金云々っていうよりも、こういうのがたくさんいっぱい今まで来ていたと。こういうのがたくさん集まってきてましたからね。春間整骨院に。うん、それが本当っていう声がね、今電波で聞かされてたんですけども。まあ、だからもうそういう車両ごと押収したらいいんですよ。何回も駐車違反していたら車両ごと押収してるんですから、もともと判例があって。まあ、この高評価に関して、スポーツの勝ち負けしか考えてなくて、これ高評価してるんだったら、的外れですよ。本当に。天皇家の人たちは、日本全国のことを考えなきゃならない立場ですから、東京都出身であろうと、なんだろうと、あの人様が言ってるんですよ。日本国全体のことを考えるべき存在であると。いつから自分たちで天皇陛下よりも上行った気になってるんです。ただただ僕が、まあまあ、かわいそうな目に遭ってるなっていう意味だったらわかります。それでもこれ、こういうマークつけたがる連中がいるでしょう。だからどこのファンかは自分たちで選べるから、その時その時でどこが優勝するべきか言ってるんだから、そこのファンになって応援してあげたらいいんですよ。別に入場料払わなくてもテレビとかでもいいじゃないですか。まあまあ、この辺のところの高評価はね、ドジャース対パドレス試合がなぜ韓国で行われたのか、エネルギーの残存量問題を理解していない、アメリカのスポーツ庁長官は何をしているのか、国内だけで確率の訂正、国内だけで効率の良い南の地域から、巡業、ドームは論外、同型説明欄あり、このドームの論外っていうのはエアコンを使ってしまうからですよ。だから南から北に向かって巡業していて、春秋であればエアコンを使用しなくても、ドームであればまあ使用したらいいと、球場を。宗教云々の話なんかどうでもいいんですよ。50億人の命の方が判決上です。そんなことも分かんなくなるんでしょ。だから大したことない人たちが見てるからですよ。だこのすぐにこのマークを押す人間は聞いてないんですよ。多分動画の内容。とにかくこれ押したい。ひどい挑発行為。やりすぎ。どうせ同一人物。その方法で、
人を怒らせようとしていて、まあ、挑発行為っていうことをずっとしていて、晴山整骨院に出入りしているものであれば、で、さらに精神病院関係者であれば、まあ、精神病院行きの人間を挑発行為で怒らせて警察と組んで金稼ぎをしていたと。まあ、こういうことになります。もう世界中どこの国も同じですよ。もう精神病院の件から警察官が全員手引かなあかん。ちゃんと法廷に連れて行って、話させようと。まあ、ある程度の件はもう、警察署内とかで注意したら、それしも、済むものだと思いますけども、もう、淡井圭介の件、これ、集団性が強すぎる。まあ、この、閲覧者数が多いところ、まあ、一つ一つ撮影しながら、何をするべきかっていうことをね、しっかりと詳細に述べてる動画ですね。だからまあ、この辺のところは2000超えてるのに、まあ私からしたら、まあ他の県の動画で、まあ過去側に合流する、動画で、もうちょっと、いいのがあるんですけどね、あれはいつ撮影しに行ったかな。まあ、こういうのも、こういう方か。ありますね。画像解析してくださいって。まあね、まあこの辺のところに関しては、どちらかというと、YouTube 一覧表、ホームページは IKS 家の歴の、こちらからの YouTube 一覧表の自然再生カメリー、河川水門、海式ダム発電、地下水流ストレートトンネル、回転扉発電、まあこういったところを見てもらって、まあ、いろいろとアップロード、撮影しに行っては、見れるようにしてますんでね。まあ、こういったところをしっかりと見ていただきたい。な、驚くべき内容は結構ありますよ。まあ、この間で言ったら、まあ、大河瀬ダム、まあ、この辺のところですね。まあ、この辺のところも不法投棄されてる車とか、いろいろあるんで、オートバイとかも含めたらもうかなりの数になります。他にもね、ちょっと撮影料とか時間がなくて、もう撮影する暇がなくて、映せてないだけで、もう日本全国で1万台以上ありそうですね。これはもう不法投棄されてる車。もうどこ行ってもそうなんですよ。まあ、この間行った、まあ、琵琶湖関係のところでですね、ちょっと待ってくださいね。これじゃないな。まあ、この辺りですね、ここも、不法投棄の車、これ30台ほど見つかったんですけども、一つの駅から降りて、河川撮影して、また、JR の駅、一つ目、まあ、もう一つ先の駅のところに乗るまでの間で、もうこのありさまなんですよ。まあ、他にもあったんですよ、これ以外にも。放置されてるようなガソリンスタンドとか、日曜日の、昼過ぎの時間帯に閉鎖されてましたから、もうそこのガソリンスタンドは絶対営業しないでしょうね。近くにガソリンスタンド作ってましたから。だと思いますよ。周りの家の数見たら。まあ、兵庫県だけでもまあ、放置自動車不法投棄してるのが、まあ、これね、これ誰かに変えられてると思いますね。コンピューターからの栽培行為か人間。これしょっちゅうこういうふうに変えてるんですよ。ほんと。ここのな、この間も変えましたね。これね、人の家撮影したらダメだとか身勝手なこと考えてる人いません。警察の通報の方が上ですよ。その時にね、周りに家絶対入ることぐらい誰でもわかりますよ、子供でも。だから警察官の人も、たまに自分がおかしなこと言ってるっていうことは気がついてなくて、それは以前指摘されて言われた人でマスクつけてる。まあ、だから基本的にマスクつけてる人の言葉あんまりもう相手しない方がいいと思いますね。本当に。無理があるっていうことを、考えなかったら、これ人間かコンピューターがサイバー攻撃仕掛けてますね。なんかこう、
ね、もう物を見てもらったらね、簡単に分かることが結局ほったらかしになっていて、でこれが日本の状況なんで、資源の残存量とかの問題もありますし、どこの国もね、多分不法投棄されている車たくさんあるじゃないですか。だからガソリン車の販売っていうものを早急に、まあイギリスさんなんかは2025年をめどにガソリン車の生産停止っていうことを、まあ呼びかけられていると。まあそれで世界中いいと思いますよ。もう来年の1月1日にはもう完全に工場、もう閉鎖。もう電力の供給自体を止めておくと。で、もともと中古車自体が、新車を作るから中古車が売れなくなるんですよ。本当に。あ、まあ、こういうのもね、まあ、撮影して、まあ、あとの他のいろんな件とか法律面を出してきたときに、ね、もうこういうのは視聴回数多いんですけども、まあ変ですよ。高級車がいっぱい止まってるから、止まってましたから。スポーツの勝ち負けとかで来るって、まあもう高級車乗ってる人ってあんまりいい人いませんから。だって人材派遣会社の人とかは仕事すぐ、亡くなったりとかしますよね。一時雇用で。で、高級車なんかまず買えませんよね。で、高級車買ってる人はそういう人たちを、要するにピンハネして、たらい回しにして、人をコロコロ家変えて、雇用助成金、そういったものでお金を稼いでいた。みんなの税金、一人一人から雇用助成金って100万円でしたっけ、150万円でしたっけ、これその年によって違ってましたよね。コロ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 変わってるから、から政府もね、基準変えたらもうみんなややこしくなるから基準変えないでほしいんですけども、いっぱいね、これ仮執行の判決の、勝訴の件ですね。これね、通報して相談したときに、警察官の方がね、仮執行のその勝訴の判決に関して家から盗まれていて、で、それ、もう一回裁判所に買いに行ったんですよ。で、まあ、だからそれで、それがあれば、裁判を妨害されてるっていう、まあ、一つの証明にもなる。まあ、他の件もそうですけどね。内容を見てもらったら他の件もいっぱいあるっていうことが分かると思うんですけども、音声最後の方で警察官の方も善意ある方でね、これ買いに行った後も家からしょっちゅう書類盗まれてるから、これも自分のホームページに貼り付けておこうと思うんですって言ったら、俺もそう思うわ、そうした方がええわって言ってくれてるんですよ。だけどもその最後の方のその音声がなくなってるんですよ。これは今のコンピューターの世界、それ通話終わったその瞬間からなくなってるか、多分 AI の自動。本当本当、これ全部本当だから。これ裁判所で働いてる人とかでも知らない人いるから。だからそんな世界無理だから、みんな知っておかないと、全人類。これは何だったかな。ああ、まあ、これは、あれですね。春の選抜についての、まあ、ちょっとした提案等ですね。まあ、ちょっとあんまり、話広げると、対応しなきゃならないことが多くなってくると思いますので、一旦まあこれぐらいで、まあインターポール関係という形でいいと思います。まあこのあたりもね、海外の方、たまに、まあ以前はね、ちょっと変な方とか、たまに結構見かけたんで、ね、その辺のところも、結局本当はお金持ってる人たちでしょ。この辺のところとかで家借りたりとかして、その変わる変わるいろんな人間が来たりだとか、まあまあその辺のことを考えてもらって、まあご対応していただきたい。その精神病院に連れて行くのはなしですよ。そのこういうふうにこういうマークをしていた人に、まあこれはもう説明だから、表現で、形つけるしかない。NE の残存量問題を多分分かっていない。で、淡いケース系の言ってる内容よりも自分たちの金儲けとかを優先したかったり、ただただひたすら淡井圭介に対してこう嫌がらせをしたい人間であることはまず間違いないので、
もともと春間整骨院とか誰も来なくて、まあ、こういうふうなものもなくて、まあ、ここのありの第一単派率にも、近づいてくる人間もいなくてと、そういう状況の時の方が、オリンピックの時とか金メダル取りやすかったですよ。当たり前です。足引っ張るような人間が音で繋がってこられたら、そのもの自身が、出来上がってる状態じゃないのに、心身ともに、心身というか、まあ、心の部分の方が大きいですね。性格的なこととか、あと法的なこととか。だから違法行為をしてきた人間と繋がられたら、ね、こちらだってどうなるかっていうこと分かるじゃないですか。その一瞬にしよう。だからそれは試合に影響が出てるっていうことを私は言ってるんですよ。まあ、こういうのもね、高評価ちゃんとついているんですけども。これもね、最初なんか、変なコメントしてた人いましたけども、自分で、訂正したんでしょうね。これ、エネルギーの残存量問題があるから、1日1人2トンでも、1000人が稼働していれば、1日で、ここちょっと数字間違えてますね。ここちょっと訂正しておきましょう。まあ、ただこれも自分で間違えたのか、サイバー攻撃を受けてるのか分かんないんですよ。はっきり言って。これが世の中の現実だから、これをちょっとまあ皆さんに理解してほしいですね。早い時なんかもう1分以内に文字書き換えられてますから。こういうところを映していてね。撮影主張は絶対されないから、多分ね、けどね、人間もね、撮影してる時、やっぱりせんとことかそういう風になったりするんですよ。防犯カメラのあるところとかでは、悪いことなかなか人間しないです。ほとんどの人は。もう多分 95% 以上だと思いますよ。まあこれ何を言ってるかっていうと、重機とか使わないでね、重機使うとガソリンが減ってしまうので、まあそれで、まあスコップとか一輪車とかで運んで、あとは木の箱とかをロープで引っ張り上げたりとかして、まあ土をかき出すと、まあそういうような形ですね。まあそれを仕事にすればね、体鍛えれていいと思いますよ。お金稼ぎできて、まあまあ、1日2トンぐらいだったとしてもですよ。まあ、よく頑張る人で、だんだんこれ、まあ、2トンぐらいからスタートして、まあまあ、すごく運ぶ人だったら、多分、1人当たりで5トンぐらい、書き出すと思いますよ。まあね、昔していた僕は、あの仕事は、1日1万リットルほどね、販売してましたから、年末の頃、790円の頃。もうその感覚で言うと10トンですから、それを運んでいたわけですから、給油して。一つ一つの投油管もそうですけども、車両自体がね、給油に帰ったりとかしてたんですから。以上です。皆さんご協力、ご対応のほどよろしくお願いいたします。あと、チャンネル登録と着信通知の設定と、あとまあ、いろんな人たちに淡井さんの動画見ておいた方がいいよと。特に防災関係のところですね。僕の言ってることの方が本当なんで、ある程度それはもう皇室の人も認めています。で、もともとがそれがスタート地点だったんですよ。1998年の。で、他の国の人たちも、それをお手本にして、まあ、なかなか、世界中飛び回らないっていう形にしてたんですよ。それを一番上の人がしてしまうと、いろんな人たちが飛び回ってしまうでしょ。飛び回ろうとするでしょ、飛行機乗って。まあ、燃料がものすごく消費される。どうしても必要なその外交とか、もちろんその原爆投下があって、そのオバマ大統領、広島訪問されたときに、被爆者の会の方たちと、涙目ながら、なんとか笑顔を作って、お互い肩を、まあ、オバマさんの方が肩を抱き寄せるような形で表現していただいて、やっぱりああいうふうな写真が最高の一枚じゃないですか。世界中のね、その一番悲惨な戦争、原爆を投下された国である、まあ、総力戦を行った日本とアメリカの、その、決定的な和解の瞬間ですよね。まあ、世界ではそうあるべきであって、まあ、そういうような、その、首脳会談だとか、まあ、海外への訪問っていうのは、それはありだと思いますよ。ただし、まあ、ただ、エネルギーの残存量で本当にも、どうしようもなくなってきてますからね。その2025年に本当に世界中で
1月1日にガソリン車生産停止。だからまあ、今年の年末、まあまあ、クリスマス前のもう23日でいいと思いますよ。もうそれで終わりでいいんじゃないですか、その後。正直皆さんそう思うでしょ。もう中国もどれぐらい不法投棄されてる車があるのかっていうの結構日本のでも放送されてるんですよ。で最初冗談かなって思ってたんですけども、日本のこの不法投棄されてる車の数見たら、もうすぐ撮影してた見つかるからもうナンバーも外れていて、でも車から苔生えてるんですよ。で中古車センターが潰れて、これ海外の人たちもしっかり覚えておいてほしいんですけども、伝えてほしいんですけども、海外の人に。中古車センターが潰れたら、そのまま中古車がもうほったらかしになってる。もう僕の家のすぐ近く、もう歩いて30分ぐらいのところ。そこも、もう20年ぐらいほったらかしになってました。これは本当の事実なんですよ。人口少子化が始まってるんだから、中古車ショップなんか、各メーカーじゃないとこは開いちゃダメなんですよ。ちゃんと各メーカーが責任を持って中古車買い取って、さらにそれを販売しなさいの世界でいいんですよ。まあもうガソリン車の生産停止を今年中に行えば、自然とそういう世界になるからそれでいいんです。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。もう残り54年分です。僕は若い頃で、世界的に技術的採掘可能埋蔵量1998年ぐらいのデータで69年分。2021年のデータで、59年分。もうあとないです。消費がずっと拡大してます。そこで自動車の生産を、停止したとしても、新車は10年ぐらい乗られますよ。もうまず間違いなく。だからなかなか生産停止してるのに消費の拡大がなかなか止まらないのが10年続きます。もう重機も同じですよ。もう重機も作りすぎた方ですから。以上です。世界中の皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。